ライブ直前。ここ名古屋からスタートするディストリクトゼロツアー初日。会場入りからカメラを避けてきたリノ。リノ喋る。でも喋んなくて。やっと捕まえて話を聞いた。今どんな感じ？死にたい。使えない。なんで死にたいの？いろいろあるんですよ。2008年結成されたアルディアス。ガールズメタルバンドとして快進撃の最中、ボーカルのラミが去年脱退。衝撃が走る中、ボーカリストとして新加入したのがリノ。今日は初めて参加したアルバムを引っ提げての初ツアー初日。新生アルディアスを見に多くのファンが集結。口から心臓ポロって飛び出すわ。緊張をほぐすためか、わざと明るく奇妙な行動をとるメンバー。しかし結局楽屋は緊張感に覆い尽くされた。アルディアスの登場を待ちきれないファン。熱きファンの声援に応えるプレーをしにここに来たアルディアス。興奮、プレッシャー、緊張、挑戦、そして無。言葉で表現できない感覚が渦巻く中、アルディアスにその時が来た。本番前のリノにのしかかっていた重圧を跳ねつけた瞬間。いろいろやってきた成果が出せるかなという。バンドを始めたからには行ってみたい極みが時に見えかけた瞬間。こんなにやりたいと思ったことが自分の人生の中で初めてやったんで、それは一回しかない人生なんで、もう死ぬまで貫きたい。ヨシと脱退したラミで始めたアルディアス。今新生アルディアスの船出にふさわしいライブを作り上げる瞬間。語源ベースでのソロ、注目を一身に浴びる緊張と歓喜の瞬間。やっぱ今日うまくいったらもうあとはなんとかいけるかなみたいな気分になるじゃないですか。今日失敗したらなんか沈んでいきそうな気がする。頑張りたいと思います。一心不乱のプレー。音楽を続けてきて良かったと思う瞬間。チャンスがあったんですかね。続けていくチャンスが、そのなんていうか、その売れる売れないとかじゃなくて、続けていくきっかけとか、くじけない
チャンスが多かったなと思ってます。私の中では全員の思いが重なり凄まじいパワーを生み出す、それがアルティメットメロディアス、アルディアス。